ドジャース5、1ブレーブス日本、時間6日ロサンゼルス、ドジャース大谷翔平投手は5日日本時間6日、本拠地で行われたブレーブス戦で2発を含む今季初の1試合4安打をマークした。チームの4連勝に貢献し、強いチームに対してそういう野球をできているのは自信にしていいし、また明日からの励みにしたいと思いますと頷いた。実際の映像バックスクリーン横に141メートル、球、止まらぬ1試合2発、大谷翔平が完璧に捉えた豪快10号。初回無視一塁、初対戦のフリードのカーブをバックスクリーンに運ぶ先制の9号2ラン、2試合連発となるアーチで幸先良いスタートを切ると、第2打席は左前打、第3打席は技ありの仲間枝を放った。初めての対戦だったので、どういう感じで来るかわからなかったけど、まずは自分のスイングをしようと思いましたと振り返った。そして4から1で迎えた8回無視の第4打席、ミンターの初球のフォーシームを完璧に捉えてバックスクリーン左に運んだ。再びリーグトップに並ぶ一発で、飛距離464フィート約 141.4 メートルは今季最長。自身3番目の飛距離であることを聞かれると、ボール自体が振るべきボールを振れているのがいいところ、あの方向に距離が出るのは状態がいい証拠かなと思いますと頷いた。チームはブレーブスに対して同一カード3連勝を飾り、大谷もディフェンスも含めて投手陣も良かった。オフェンスもですけど、まず先発投手が素晴らしかったなと思いますと喜んでいた。